こんにちは、モノモースです。今日は、電車で足を広げて座る女子高生について、娘を持つ母親が言った、おせっかいについて話したいと思います。このニュース、皆さんはご存知でしょうかある日、電車に乗っていたこの母親は、通路を挟んで前の席に座っていた制服姿の女子高生が足を広げて寝てしまうのを見て、心配になったんです。そして、彼女がいつか怖い思いをするかもしれないと思い、レシートの裏にメッセージを書いて手渡したという話です。さて、ここで問題です。この母親の行動、皆さんはどう思いますかおせっかいだと思う 人人ももいいれば素敵な行動だと思ううるでしょう私、モノモースは、この母親の行動を必要なおせっかいと捉えています。なぜなら、この母親は自身が経験した恐怖や、娘を持つ親としての気持ちから、女子高生の身を案じたからです。彼女が今後何かせ犯罪の被害に遭って傷つく方が怖かった。そんな一心で行動したんです。もちろん、否定的な意見もあることをありしています。でも、私はこう思います。伝えなかった後悔の方が大きい。と、たとえうざいと思われても少しでも彼女が身を守ることにつながれば、それは価値あること 行動だと最後にこの母親の言葉を引用させてください彼女に嫌な思いをさせないで済みますようにと願う電車を使うことも多い今の子たちとか今一度ママもパパも娘さんの座り方確認してあげてほしい皆さんも身近な人を思いやる心を忘れずに日々を過ごしていきましょうそれは私たち一人一人ができる小さな社会貢献だと思いますそれではまた次回の動画でお会いしましょうモノモースでした